ふう、今日もいい天気ねー。春の陽気って感じ。風が強いのが難点だけど。ま、春はしょうがないわよね。朝からご苦労様です。あ、あんたは。いやー、あんたがこうして訪ねてくると。八尺様の時を思い出すわね。あ、あの節はどうも。失礼しました。何言ってるの、気にしてないわよ。あれがきっかけで、キネイマルとも仲良くなれたし、サナエのことも含めて、たくさん協力してもらったじゃない？はは、そう言ってもらえると嬉しいです。それに、人気者にもなれたし。ジュッフ。霊夢さんの神経の太さは、どこから来てるんだろうか。あ、そういえば、この前の八橋さんのお姉さんの件って、何かわかった？そうですね。もともとあの写真は、私が八橋さんの失踪事件を追っている時に、彼女の姉が神隠しにあっていると聞いて、写真だけを預かりして保管していたものなんです。そうなんだ。そんな写真が今更どうして？以前八橋さんに、お姉さんの情報提供を番組内で視聴者に呼びかけてみてはと、相談してたんです。謎の美人姉妹の失踪事件、情報提供を求む。みたいな感じで使えないかなと。こちらとしては視聴率が上がれば嬉しいですし、八橋さんとしては姉の情報が欲しい。ウィンウィンの関係ってやつです。お、なんかビジネスマンみたいなことを。はは、それで、ありがたくその許可をいただけたので、写真を探したんですが、何しろ結構昔の資料だったもので、どこに保管してたか忘れてしまいまして。ま、まあ、テレビ局の資料とかって、すごい数ありそうだものね。はい、お恥ずかしながら、それで、スタッフに探すよう頼んでいたんです。その写真があれだったってわけ？いや、そこが不思議なんですが、私がお預かりしていた時は、あれほど異様な写真ではありませんでした。もっと普通の、民家の庭で撮ったような写真だったはずです。え、そうなの？そうなんですよ。私の想像ですが、彼女自身の変化が、写真にまで影響したのかもしれませんね。なんだかすごい話ね。髪の伸びる人形、的な？いや、その例えはよくわかりませんが。あれ？うまく例えられたつもりだったのに。それでですね、今日お邪魔したのは、霊夢さんにお願いがあったからなんです。え、お願い？ここでよかったはず。おい、こっちなのぜー。あ、いました。久しぶりだな、降臨さん。いつの間にか大きくなって。いや、親戚のおじさんじゃねえんだから、この歳で大きくなったって言われたら、失礼なのぜ。すみません、決してそのような意味では。あはは、冗談なのぜ。ささ、何か頼もうぜ。へえ、そうなんだな。狩猟は猟期というものがありまして、基本的にはその間しか行ってはいけないんですよ。なるほどな、それで今はお休みというわけか。そうですね、まあ、やることはあるんですが、準備期間という感じです。今回町に出てきたのも、買い出しのためですし。そうか。もちろん、マリサさんと会うのも楽しみにしてました。おう。なんか恥ずかしいのぜ。そうだ、今なら山で山菜が取れるんじゃないか。今度、霊夢たちを誘って行ってみようかな。そうですね、タラの芽やゼンマイなんかを探してみるのがいいと思いますよ。お、霊夢なんか喜びそうなのぜ。でも初心者だから、有名なところだと他の人に取られちゃってないか心配なのぜ。どこか誰も手をつけてないような、穴場は知らないのぜ。マリサさん。どうしたのぜ。山は、素晴らしい場所であるとともに、怖いところです。へ。ああ、イノシシとかクマ、野犬あたりも危険だな。いえ、動物や天気、崖や落石といった地形なんかもありますが、そうじゃないんです。一番怖いのは、人間です。人間？どういうことなのぜ？そうですね。山に行った時に、開放的な気分になりますよね。ああ、空気が美味しい、清々しいな。ってやつな。特に都会というか、人工物に囲まれた環境で過ごしている人ほど、そういう傾向にあるんですが、タガが外れやすいんです。まあ、わからなくはないけど。人工物や登山で人の出入りがあるような山は、まだいいんです。
でも、100% の自然。そういった場所は危険です。グルー。というより、戻ってしまうんです。戻るって？何に？動物に。です。人も動物なんですが、山や森の雰囲気に当てられて、なんというか野生の種になってしまうんです。炭酸飲料から気が抜けるみたいに、徐々に人としての常識やモラル、そういったものが抜けてしまうんです。そうなると、どうなっちゃうのぜ？それは、ですね。ここですか？そうよ。行方不明だった八橋さんが帰ってきた場所。そして、お姉さんとの写真が入ったロケットがあった場所。キメイ丸は、ここに来たかったのよね？事件と繋がるような、何かネタになるものでもないかなと。八橋さん本人には、不謹慎すぎてお願いできないですし。それは確かに。そうね。それにしても。なんだか、道が封鎖されてしまっているようですが。そうなのよ。前はこんなんじゃなかったと思うんだけど。どうしましょうか。ね。ここまで来て、何もせず引き下がるのもね。山の反対側に回ってみましょう。これは、なんだか。こちら側は、雰囲気が違いますね。確かに。川があって、向こう側まで行けないですね。これくらいの川幅なら余裕でしょ？流れも穏やかだし、そんなに深くもなさそうだし。いや、川は見えてるところは流れが緩くてもそこの方は速いと聞きます。それに少し進んだら急に深くなったりと。なら流された時に一人が支えられるよう、ロープを持ちながら順番に渡りましょうよ。まずは私から行くわね。霊夢さん。疲れた。さあ、大丈夫だったわよ。次はキメイ丸の番よ。すみません。どうかしたの？私、金槌なんです。そうなのね。なら無理しない方がいいわ。どこか迂回できる場所を探してきます。さて、どうしましょうか。ここで黙って待ってるのもね。少し探索しようっと。それにしても、すごい自然ね。昔から何も変わらない。手つかずの山ってこういう感じなのかしら。人が手入れしてるところとは、全然違うのね。でもちょっと、気持ちいいというか、開放感があるわ。なんだろう。一人だと叫んだりしたくなっちゃうわね。何？動物でもいるの？裸の人。まずい、こういう田舎だと裸で川とか泳ぐ人いるのかしら。どうしよう。こんにちは、すみません、覗くとか、そういうつもりじゃなかったんです。笑ってる。よかった、怒ってはいないみたい。この近くにお住まいなんですか？何ですか？何なのこの人。危な。何するんですか？やめてくだ。この人、普通
通じゃない？やばい。どうする？嘘。囲まれてる。うわあ。川を越えれば追ってこないかも。やあ。くっ。流れが、それに思ったより深い。まずい。霊夢さん、これに捕まって。よいしょ、よいしょ。は？は？霊夢さん、大丈夫ですか？うん？ありがとうね、キメイマル。助かったわ。いや、びっくりしましたよ。川幅の狭いところか、何か渡るのに使えるものがないかと探してたら、霊夢さんが流れてきたんですから。何かあったんですか？この川の向こう側で。あ。れ。霊夢さーん。キメイマル、病院まで運んでくれて、ありがとうね。いえ、私からお願いして行った場所です。むしろ被害に遭ってしまって申し訳ないですよ。それにしても、あいつらは何だったんでしょうね。わかりませんが、普通の人間ではなかったのは明らかです。霊夢さんの無事も確認できましたし、これから、会社に戻っていろいろ調べてみようかと。今日はキメイマルも疲れてるでしょ？明日以降でゆっくり調べたらいいじゃない。それもそうですね。それじゃあ、私はそろそろ帰りますね。そうだ。どうしたの？マリサさんとヨウムさんにも、霊夢さんの入院の件を伝えしておきました。もちろん、無事であったことも伝えてます。ヨウムさんは明日、マリサさんはすぐに向かうとおっしゃってました。わかったわ、ありがとう。それじゃあ、マリサはこの後来るのね。そうですね、それじゃあお大事に。キメイマルの愛を欲張り。なんだか社会人って感じがするわね。母さんには私から連絡して、心配かけちゃったけど、とりあえず落ち着いたわね。はい、どうぞ。あ、マリサ。ウィッス、邪魔するのぜ。キメイマルから電話で聞いてたけど、元気そうだな。なんともなさそうだけど、頭に衝撃があったから、念のために検査入院って感じ。そうか。大丈夫そうで安心したのぜ。それで、何があったのぜ？キメイマルから、経緯なんかは聞いてるとは思うけど、八橋さんが見つかったあの山に、キメイマルと向かったのよ。そこでね。ってことが、あったのよ。一体何だったのかしら？おい。霊夢が見たやつ？そいつって、マリサ、何か心当たりがあるの？ああ、降臨さんから聞いたやつに違いないのぜ。上がり人、って呼ばれてる。山のあやかしなのぜ。あなたたち、今何の話をしていたの？エイリン先生、すいません遅くにうるさくしてしまって。いいから。さっきの話、詳しく聞かせて。どうしたのぜ。なんか怖いのぜ。